的なことを、お伝えすると、はい、私実は産休復帰明けで2年ぶりなんですよ、お仕事自体が。そうなんですか。でちょっと久しぶりなんで、お手柔らかにお願いします。いやもう僕はもう、あの、おんぶに抱っこさせてもらって。男の子ですか、お子さん。女の子、はい、うち男の子2人なんで。あ、そうなんですか。はい、上が小学校1年生で、下が4歳です。あ、可愛い盛り。まあでも喧嘩ばっかりしてるんで、まあ、男の子だと僕は女の子欲しいなと思ってたんですけど、あ、なんかすごい単純ですね。もう家の前の公園なんですけど、はい、常に虫を探してて。かわいい。クワガタとか取れて、まあ、ちっちゃいクワガタですけど、ほうほうほう、今もそれが宝物で2人で、うん、いやもう虫探すか、両足スケボーみたいなやつでこう見てこう、なんかこう壊れるやつありますね。はいはい、はい、それがその家の周りの子たちで流行ってて、それをずっとやってるか、まあ、自転車乗ってるかですかね。大体もう公園行ってくるわとか言ってます。あ、めっちゃいいですね。でも宿題とかせずに行くから、それでいつも怒られてるんですけど。めっちゃインドアでずっと DS とかスイッチばっかりしてるんですよ。もうそういうのは周りの子たちがもし持っててもちょっとしばらく様子を見て、あ、やっぱそうなんにしようって言ってます。はい、うちも結構だいぶ渋って買ったんですけど。あ、そうですか。買ったらもうずっとですよね。そうなるし、できるだけもうやらさへんようにしてます。はい、すごい。家の前が公園なんで。あ、でもそれが本当にいいですね。はい、もう公園家を建てるときに、うん、その環境がいいから決めたんですけど。条件的なのを見て。僕も嫁さんも元々京都なんですけど、うん、今は結婚してから滋賀に引っ越して、うん、なんか最初は京都離れるの嫌やなと思ったけど、今はもう京都に戻るの無理やなっていう。あ、そうなんですか。はい、私京都行くたびに、わあこんな街に住んでみたいなってずっと思う。いや、もう絶対もいい。めっちゃ都会だわって思いながら。いや、もう人、観光客も多いし。すごいですよね、今。そうなんですよ。もう渋滞もそうですけど、バスなんかも全然乗れないし。はい。もう、住みたくない。そういうなんか自然の面ではすごいいいですね。その公園の、まあ、ちょっといたところにホタルとか見えたりするので。すごい、めっちゃじゃあお水が綺麗とか環境めっちゃいいですね。普通のなんかその公園の向こう側が、まあ、田んぼで、はい、普通の用水路みたいなところなんですけど、うん、そこにこう飛ぶから、なんかその時期になったら、